第五レースの A 久初日特選が今スタートを切りました。まず三番車の菅谷が飛び出しています。菅谷隆が初手の第一コーナー最初にカーブしました。大塚が追って二番手、そして一番の藤田正弘が三番手。六番の西田、一番六番、ここは西の二人。地元の西田は今日は一番の藤田と連携ということになります。五番の鈴木健二が上がってまいりました。まずは初手、東京の二人。 菅谷に5番の鈴木そして7番車の野代屋が上がって2番車の大塚4番車の大崎和也と東製ということになりますこれで西の2人は後方の6番手7番手ですレース2周回目1コーナー余って1センターというところご覧のように2人3人2人トラインが分かれました人気の中心となったのは2番の大塚です 現在その西や東のラインは中段からという攻めになっていますじーっと様子を見ているのは1番の藤田ということになりますやはりこの藤田が揺さぶりをかけなければ一本棒変化なさそうです前は3番の菅谷隆が待っています棒状のままで2センターから4コーナーへと帰ってまいりました1番の藤田が アクションを起こししてて一本棒を崩しています尾跡2周打回に入ったところ一気に1番の藤田が飛び出した3番車の菅谷は引いている今度は7番車能代山元が一気にスパートしかし1番の藤田が突っ張るか7番の野代山も出ていけないか先攻、藤田西田がマークそして引いて7番の野代山は3番手2番車の大塚そして4番車の大崎と東のライン一方、東京の2人は後方の6番手、7番手1本もで4コーナーから直線。 残り1周というところで後方から菅谷隆が巻き返しに出るしかし1番車の藤田選考変わっていません3番手から7番の野代が仕掛けて2コーナーからバックの中央です一気にまくってしまいました野代やそして2番車の大塚そしてその後ろ懸命に追っている4番の大崎東の3人4コーナーから直線先頭7番の野代は後ろから2番車の大塚が最後追い込んでまいりました。2番7番 そして、4番車大崎と東のラインでワンツースリー人気のラインでワンツースリーと決まっています。綺麗に飛び出しました。7番の能代やマークは2番の大須賀。最後は2番の大塚が7番車の能代をどうやら捉えています。2番7番、そして4番の大崎とラインでワンツースリーです。